日本千葉県柏市、柏柏三丁目柏は、千葉県柏市の地名。現行行政地名は、柏一丁目から柏七丁目までと丁目が、振られていない地域がある。郵便番号277-0005。柏駅周辺から旧未都街道、国道16号の方へ伸びる。JR 常磐線の東側に位置している。柏一丁目から四丁目と六丁目は、 柏駅前行政サービスセンターの他は本庁管内となる。鉄道線路を挟んで、駅西口には末広町や朝日町、明けぼのが、南西には中央町、千代田が、北には柏下が、また周辺には名言、東条町、桜台などがある。住宅地の地下は2014年1月1日の工事地下によれば、 柏寺中央町554番後の地点で12万5000円平方メートルとなっている。2017年10月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。最寄り駅は柏駅。ただ柏は広く、北部には柏駅より北柏駅の方が近い地域もある。柏駅は 特急や特別快速、常磐線快速、東武の打線も停車するため、通勤、通学には、阿孫子駅、鳥出駅方面に向かう人を除いて大半が、柏駅を利用している。道路としては、町内に国道16号や水戸街道があり、線路を挟んで、国道6号や国道16号を野田方面に向かうと、常磐自動車道などが使えるため、交通の便は、 おおむねよい。上記の通り、当該地域は、複数の小中学校の学区に分かれているが、地域内にある学校は、柏大号小学校のみである。ありがとうございます。